ただいまご紹介をいただきました、環境省気候変動適応室長の塚田と申します。私の方からは、環境省における民間企業の気候変動適応支援の取り組みということで、ご説明いたします。時間も限られるので、早速入らせていただきます。次のスライドをお願いいたします。まずはじめに、2018年12月に施行された気候変動適応法についてご紹介いたします。ご存知の方も多いと思いますし、おさらいになるかと思いますが、この法律は、すべての関係者が一定の役割分担の下で適応の取り組みを推進するため、国による気候変動影響評価の実施や気候変動適応計画の策定、あるいは情報基盤の中核として国立環境研究所の位置づけ、自治体による地域適応計画の策定などの地域の取り組みの促進、また適応に関する国際協力や事業者の取り組みの推進、そういったことが規定されてございまして、環境省の方が旗振り役となって政府一丸となって取り組んでいるところでございます。次のスライドをお願いいたします。続いて、環境省による民間企業による適用を支援する取り組みを紹介させていただきます。左側は、本年3月に改定いたしました民間企業向けの適用ガイドになります。このガイドでは、TCFD 物理的リスク対応や BCM における気象災害対応、この着眼点や手法、有用事例などを紹介しておりますので、ぜひご覧ください。右側は、傘下の国連系ネットワークの紹介になりますので、ご説明は省略いたします。次のスライドお願いいたします。気候変動は、これまでもございましたが、企業にとって大きな外部要因の変化であり、リスクになります。その一方で、これを新たなチャンスと捉え、戦略的に取り、適応に取り組んでいくことで、さまざまなベネフィットを得ることができます。すなわち、事業継続性を高める、柔軟で強靭な経営基盤を築く、ステークホルダーからの信頼を得る、そういった側面があることに加えまして、自社の製品あるいはサービスを適用ビジネスとして展開することも重要な取り組みになることを強調したいと思います。次のスライドをお願いいたします。最後になりますが、少し視点を変えまして、国際の観点からお話をしたいと思います。環境省では、アジア太平洋地域の途上国において最新の科学的知見を踏まえた適応推進の支援を行う情報基盤として、AP プラットと私どもが呼んでいる情報プラットフォームを構築運用しております。ここで途上国の適応力の向上に向けまして、民間セクターが果たす役割が大きいことは言うまでもございません。また、適応に、途上国に進出している日系企業の気候リスクマネジメントにもつながる取り組みを進めていくことは非常に重要と考えております。現在、この AP プラットにつきまして、適用をめぐる国際的な最近の動きを踏まえた役割などの見直しを行っているところでございますが、その一環で、今後民間企業によるビジネス展開にもつながっていくような、官民連携による途上国への展開を強化していくこととしたいと考えております。産官学連携ネットワークの会員企業の皆様のうち、ご関心がある企業の皆様とこの AP プラットの連携を進めていきたいというふうに考えております。先ほどのガイアビジョンの北様からも、産官学連携ネットワークのへの期待として、国際プレゼンスの、強化、そういったことも掲げていただいておりますが、本日は、詳細を議論する時間はないかもしれませんが、追って、有志の企業の皆様と具体的に相談をさせていただきたいと考えておりますので、本日はその目出しとさせていただければ幸いでございます。次のスライドお願いします。以上で、私からの、プレゼントさせていただきます。ありがとうございました。